How's it going, guys? Ray Lucy's here. Today is the day of starting with the new story event, Flames of Reflection. Before I continue, I'm gonna switch to Japanese dubs during story mode. Anyway, let's just begin. A few months ago, あなたたちのおかげで私は大切なことに気づけた。限界なんていくらでも超えられる。私には頼りになる仲間が、姉さんとルジーナがいるんだから。炎よ、もっともっと熱く真っ赤に燃え盛れ。Ah, I see. ここを曲がって、お、あった。相変わらず分かりやすい目印だぜ。Mr. Bear? 店先に熊の像。変わった鍛冶屋だね。だが、腕は保証するぜ。リージュス、ベストスミス杯を制した男だ。ベストスミス杯？鍛冶ギルド主催の大会さ。鍛冶師たちは自慢の武器をギルドに提出して最高傑作を決めるんだ。リッジはその優勝者だからな。奴の武器なら戦力アップ間違いなしだ。へえ、すごい鍛冶師なんだな。リッチさんに会えるのが楽しい。よ、邪魔するぜ。いらっしゃい。何の用かしら？武器の注文？それとも打ち直し？メタルブラックスミスシスター、ラモーナ。何でも言って。どんな仕事でも完璧にこなしてみせるわ。おっと、あいつの娘か。確かロジーナだったか。 What's this? ええ、そうよ。お客さん、もしかして父さんの知り合い？ Was her name pronounced a little bit different in Japanese? ああ、昔はよくあいつの世話になったもんだぜ。Where's the old fart anyway? そうだったの。ごめんなさい。まあ、ロジーナはまだ小さかったからな。覚えてないのも無理はねえさ。あ、いえ、そういう意味じゃなくて、父さんは、あれ、お客さん、いらっしゃい。Youngest blacksmith sister, Renee. Oh, もしかして末っ子のルジーナか？でかくなったな。え、どうして私の名前を？これはひょっとして。そういうことか。あ？ルジーナ、違うのよ。この人たちは父さんの知り合いで。お父さんの？やったー！お父さんのお客が私を名指しで依頼なんて。これはもう私の家事の腕はお父さんと同じ。いや、それ以上と言わざるを得ないみたいね。 She's certainly energetic. ルジーナさん、一体何を騒いでいるんですか？あ
eldest blacksmith sister, Rena. デジね、聞いて。お客さんがね、私を直々に指名してくれたの。だからそれはあなたの勘違いよ。この人たちはきっと父さんのことをまだ知らずに訪ねてきて。二人ともお客様の前ですよ。しずかにね。 What? あ、はい。関係ないはずの俺まで叱られた気分だぜ。さて、静かになりましたね。では改めてご用件は何でしょうか。ああ、実はこれから俺たちが使う武器をリッチさんに頼みたくて。そういうことだ。で、リッチのやつは姿が見えねえが出かけてるのか。ああ。二人ともどうしたんだ。そんなか。父さんはもういないわ。You could say he's dead after you had to keep me in suspense for this long. なんだと。父は病にかかってしまいまして、手を尽くしたんですが、少し前に。そうだったのか。知らなかったぜ。じゃあこの鍛冶屋は今。大丈夫よ。父さんの技は私たちが引き継いでる。必ずあなたたちの期待に応えてみせるわ。さてどうしたもんかね。なら試しに剣を一本作ってほしい。それで判断するよ。わかったわ。望むところよ。父さんを知っている人に私たちの鍛冶の腕を確かめてほしいしね。おう、よし来た。しっかり見させてもらうぜ。火の温度をあと5度上げて。炎よ、燃え盛れ。よし、適温ね。火の温度ってそんなに細かく分かって調節できるんだ。火のマナがどうとからしいぜ。リッチもそうだった。あいつはそれで鍛冶師として名を馳せた。その力と技術は確かに。はーい、準備 OK ですよ、ロジーナ。よし、行くわよ姉さん。はあ。片方が武器を支えて、もう片方が土を振るうんだ。ああ、これなら両腕で土を持って思い切り振れる。亮ちゃんの細腕で土が振れるか不安だったが、なるほど、こう来たか。ルジーナ、そろそろ。任せて。はい、バケツ。ひび割れなし、天才的な冷却ね。あとはねじね。はーい、マナをたくさん召し上がれ。ランザーブ、あれは仕上げの研ぎをしながら武器にマナを宿して強度を上げてんだ。これもあいつの得意技だったな。最後に剣をきれいにふきふきして、はい、できました。うん、さすが姉さん、いい仕上がりね。さあどうぞ、ご依頼の品よ。これは振りやすい剣初めてだよ。剣の重心を工夫しているの。
どう？気に入ってくれたかしら？やるな、ジョーちゃんたち。リッチのやつに勝るとも劣らない見事な腕だぜ。これなら絶対帝国のやつらに一泡吹かせてやれるってもんだ。帝国？もしかしてあなたたちディアネル帝国と戦っているの？ああ、実は俺たちは。そうだったの。だからあなたは帝国に追われることに。どうする？デジネ、ドジネ。王子が悪い人じゃないのは分かったけど、もし仲間になっちゃったらこの工房も帝国に襲われたり。そうですね、帝国の悪い噂は私も知ってますし、協力したいのは山々なんですが。ああ、だから無理にとは言わない。でももし協力してくれるなら、城に鍛冶屋を建てて君たちを迎え入れるつもりだ。そこまでしてくれるの？もちろん、力を貸してくれる鍛冶師を帝国から守るためだからね。分かったわ。その申し出喜んで受けさせて。私たちも帝国の非道は見過ごせなかったしね。私たちの武器が平和の助けになるなら、こんなに誇らしいことはないわ。うん、私も賛成。それに考えようによっては城のお抱え鍛冶師とか大出世だし。でもこの工房はどうしましょう。父さんの形見なので手放すのは。そうなのか。わかった、じゃあこの工房を城に移そう。なら安心。ありがとうございます。アルクトスさんも忘れずに連れて行かないとですね。アルクトス？まだ他に家族か？うん。ああ、違う違う。アルクトスはクマのゾウの名前よ。ほら、店先のあれ。お父さんが名付けて大切にしてたの。なんでか知らないけど。そうか。ならそのゾウも一緒に。みんなまとめて歓迎するよ。Help three sisters forge their future. Clear events, use them to upgrade your Arctos monument. Collect motivational logs. Power up your flame-based adventurers. I get it. Let's see what are the treasure trades available. The Dragonsmiths? Hey, it's Mim and Arctus? Oops.
よ。Twinkling Sand, Champion's Testament. What are those? Megaton dumbbells? Nice testament, Damascus Crystal, Steel Brick. Blade, Dagger, Axe. Turbo Twist Jump Rope. Best Smith High の優勝を目指すわよ。Let's see the medal rewards. A bunch of single vouchers. $1 million medal required. Wait, is it 1 million or? Yeah, it's 1 million. Right, I gotta go place that monument. I think I'll place it right here. Right, I need to get some materials for this, but then again, all my smith worms are all busy. Well, in any case, I think I'm gonna stop from here for now. Thank you guys for watching this video. And anyways, I'll continue on with the Flames of Reflection story in the next video. I'll see you soon.